どうも、ホカタです。放送でクリアできなかったので、裏でクリアした報告といたします。ここ右から向かった犬は直線から行くとジャンプをしないとなので、ローリングで少しでも早く距離を稼ぐためです。とはいつつも断定が落としてくる炎は回転でもダメージを受けるので、炎があまりにも近くにある時はローリングは我慢しましょう。当たるとダメージ&のけぞってタイムロスです。各扉には時間制限があり、それを過ぎると勝手に閉まります。時間をかけてクリアとはいかないのがこのゲーム。本当大変ですね。あとは断定の移動ルートは、基本一定なので、コースさえ覚えれば、なんとかなるかもしれませんね。ここは最後の難関で螺旋状なので落ちないように行きましょう。それではゴールに向かって行くぞ。クリアタイムは57秒。ふう、間に合った。というわけで無事クリアです。ご時間のご視聴ありがとうございました。